マリア・テレサ賞は、南太平洋、ニュージーランドとトゥアモテュ諸島の間に存在したとされる、賞。幻島の一つとされる。フランス語では、タボル島、タボル賞と呼ばれることもある。マリア・テレサ賞が記載された1904年の地図、マリア・テレサ賞が記載された1912年の地図、マリア・テレサ賞は、1843年11月16日に、 マサチューセッツ州ニューベッドフォードの捕鯨船、マリア・テレサ号の船長、アサフ・ピー・テーバーによって報告された。この時の報告では、南位37度00分成形151度00分、南位37.000度成形151.000度、マイナス37.000マイナス151.000に位置していたとされたが、後に、 南三37度00分成形151度13分、南十37.000度成形151.217度、-37.000-151.217 とされた。しかし、1957年に行われた調査で存在は確認されず、1983年に、小の位置は、 南位36度50分整形136度39分、南位36.833度整形136.650度、-36.833-136.650 であると再計算された。この位置は、もともと報告されていた位置から 1000km 以上、東の位置であり、結局この周辺に、 マリア・テレサ賞に相当する賞は発見されなかった。この結果、マリア・テレサ賞の存在は大変疑わしいものとなった。1966年にアマチュア無線雑誌の C 級アマチュアラジオではマリア・テレサ賞から無線を送ったというドン・ミラーの記事と写真を掲載した。しかしながら、後にこの記事はデマであると証明された。ニュージーランド海軍の官邸。 HMNZS2 は1970年代にマリア・テレサ賞の存在するとされた海域の大規模な探索を行ったが、島はオロカーサセスら発見できなかった。また、この海域の水深は2734ファゾムもあるとされた。この海域にはマリア・テレサ賞以外にもエルネストル・ルグベガン賞、ワチュセット賞、ジュピター賞といった存在しない賞が、 複数報告されている。これらの章は、おそらく、マリア・テレサ章の存在に触発されたと推定される。21世紀においてもいくつかの海図や、海図出版社は、この南太平洋の存在しない複数の章を、海図上に掲載し続けている。マリア・テレサ章は、フランス人小説家、ジュール・ベルヌの小説、グラント船長の子供たちと、神秘の島に登場している。 これらの小説の中では、フランス語名のタボル島と呼ばれ、比較的大きな島として扱われている。グラント船長の子供たちでは、この島は登場人物のグラント船長と二人の船員が流れ着いた島として登場する。この島の位置は、子供たちが拾った中は消えてしまったメッセージに書かれており、これによって、子供たちは、グレナバン教と彼のヨット、 ダンカン号で数ヶ月の漂流へと導かれることとなる。この本の最後、裏ギリシャのトムエアトンは、獣が存在するグラント船長がいた、この島に残され、人間性を取り戻す。神秘の島では、登場人物たちがリンカー暗島に漂着した後、幾人かの主要人物が小さな船を使って、タボル島にたどり着き、タボル島で生活していたエアトンに出会う。 この出会いによってエアトンは社会性を取り戻し社会復帰を成し遂げることになる。リンカーン島がマグマ溜まりによる爆発によって吹き飛んだ後、彼らはダンカン号によって保護された。ダンカン号の乗組員はタボル島でエアトンを探していた。結局タボル島では残されていた書き付けを発見したに終わったが、この書き付けにはリンカーン島の存在とエアトン及び主要人物たちが そこに漂着していることが示唆されており、この救助に大きな役割を果たした。そしてこの書き付けは慈悲深い根も船長によって残されたものであることが判明したのである。ありがとうございます。